どうもー、えー。死ぬこと以外かすり傷です。ちょっとね体調少し良くなりましたね。はい。まだあのー、マックスではないんですけどちょっと良くなりました。で自分の身体で実践するです今回。まあこれはですねまあうんよまあ僕がそのままなんですけどまあ、ここでも言ってるんですけど例えばうんここの文節で。 変われ変われと読者に訴えてるビジネス書の編集者が10年前と同じスタイルで仕事をし変わっていなければ僕は詐欺だと思うしかしはっきり言ってビジネス書の編集者はほとんどビジネスができない人たちも珍しいとまあ要はその言ってる本人がやってなかったらどうなのっていう自らやれよっていう話でまあ僕もですねこうやって、まあ、昨日もねまあ僕毎日どうでしょうっていうライブやってるんですけどもう正直やりたくないんですよもうやりたくない もううやりたくない病うつ病つでですよで体調悪い昨日体調結構すげえ悪くてうわもうやらんもう1分ぐらいで終わらせ2分かな12分で終わらせたんですけどもうねやりたくないですね <laughs> そうだけどやるって言ったんで体張ってやってますけどまあ以前もその38度とかの熱の時もやってたんであれなんですけどもうもはやねもう,もうやめたいなっていう <laughs> まあ自分で言ったんでしょうがないですけど まあ体調悪い時とかライブやりたくないですよね、ぶっちゃけ <laughs> そう。ライブっすよ、生じゃないですか、か超気持ち悪いみたいな、嫌や,やすよねそう。ただまあ、その、ねな、なんで僕がこういうことやってるのかっていうと、単純で結構言うんですけど、まあ、教えてるじゃないですか、ドリームアカデミアとかで。で、その、やれっていうのはね、やれば結果出るんですよ、マジで。 やれば結果出るわけですよ。だけどみんなやらないんですよ。で、まあ、僕はや,やりましょうってことを言い続けない。だそれしか僕,僕ができることはやりましょうしか言えないですよね。サポートしてやりましょうしか言えないじゃないですか。もちろんそのノウハウは提供,、ね、あの提供はしてますけどその、ね、ノウハウを実践するのは誰ですかっていうお客さんじゃないですか。もうやね、僕じゃないんで、お客さんがやるかやらないかじゃないですか。やらなかったら結果出ないし、やりましょうっていうことをいつも言うわけなんですけど。 やらないわけですよねだからもう自らやるっていう, <laughs> そう自らやるっていうなんかね僕はこれはななもうね現場でずっとね前の仕事でもう,あもう思ったわけですよ前の仕事職場でやっぱその上から言われるのって嫌じゃないですかまあもうすげえ嫌だったんですよねもう指示されるのが嫌だってででも現場って現場で事件起きてるわけですよねそのギャップ なんか上の人って口だけこう言ってくるわけでこうああやれこうやれって言うじゃないですかでも,げいやでも現場いやだいぶだよ大変だよみたいな話でこの温度差がすげえあったんですよでそれがなんか嫌で、うん、だから僕はまあその現場で常に自分がやる体張ってやるっていうのが体張ってやった状態で言った方が説得力があるのかなっていうのは僕はそのその時に感じたんでまあ今もずっとやりますけどうん。 だから僕自身がやるっていう別にやんなくていいんですよこんなに <laughs> やんなくていいんですけどうん口で言うのは簡単ですからね、うん、口で言うのは簡単なんであとはまあいろんな理由ありますようんあのー、ちゃんとやってるのにちゃんとやってるかっていうかまあ人それぞれねちゃんとやってるその見方が違うのでまあことその情報商材やなんかねまがいものバーンって売って逃げていく人たちってたくさんいるわけですよ いろ、まあ、んな業者に今入ったりとかしてるし、その情報業界ってね、うん、であのなんだ情報ビジネス詐欺だみたいな、まあ、も,うもうすごいもう世の中でそういう風潮になっちゃったのも、まあ、そういうのがいっぱいいるわけですよ。まあ、その人たちに比べたら、一人一人に動画撮ったりとか,なんかサポートしてて、まあ、結構やってる方だなと思うんですけど、それでもやっぱ言われるわけですよ。ムカつくし、こんだけお前がやれよみたいな、お前が一人一人の動画撮って一人一人サポートできんのかって話で。 たぶんできないのに言われるから結構むかつくんですよね。そういうのもあるし、うん、まあだから人よりも圧倒的な量をこなしていやここまでやって何か文句言われる筋はあるみたいなじゃあ自分がやれよっていうね <laughs> じゃあ自分がやればいいじゃないですかみたいな <laughs> えそうですよねなんかアーダーコード言うんだったら自分がじゃあサポートすればいいんじゃねっていう、うん、なんか僕間違ったこと言ってないと思うんですけどアーダーコード言うんだったら自分がサポートお客さんのサポート一人一人やればいいじゃんって話でそう。 だね、そういうのも言えるように、うん、も,うもうバーンって言えるようにいやこんだけやってるよっていうね誰が見てもわかるようなその量ですよねその自ら体張っていくっていう自分の身体で実践するっていう <laughs> まあやりすぎるとねやりすぎるとちょっと体調不良になりますけどちょっとねやっぱ年末始末のねあの反動がね自分で吉谷ショックですね完全に吉谷ショックですね <laughs> リーマンショックじゃなくて吉谷ショックですね 自分で反動作っちゃいましたね。いや、マジで年末ね、マジ走り抜けたんで、結構もう、もう、やったっすね。うん。そう。ちょっとね、休まず、本当休んでないですから、年末。一日たりとも休んでなく、もう動画ブワーやってきたからね。吉谷ショックの反動がさすがにちょっと来ましたね。まあ少し良くなりましたけど、やっぱね、タバコがね、やっぱ吸えない体になったのはね、 やべえなタバコ吸ってないんですよ、もう。もう,もうというか、昨日一本、昨日一本も吸ってなくて、今日もまだ吸ってないんですけどいや。タバコが吸えないってね、ちょっとタバコをね、毎日吸ってる人からすると、ちょっと、ね、タバコを逆に吸わないと、なんかちょっとなんかムカついてきたりするじゃないですか。なんかもうタバコ吸うのが恐怖ですもん、今なんか気持ち悪くて。うん、なんかちょっとやばいですね。ちょっと早く美味しくタバコ吸えるような、もうちょっとパワーにならないと、やばいですね。 ということで、えー、自分の体で実践しろってことですね。はい。まあ、その代わりちょっとリスクあるよっていう。<laughs> リスクありますね、結構。まあ、どっちじゃない人間死にますから。死ぬこと以外はかすり傷言うてますけど、みんな死ぬんで大丈夫です。みんなどうせ死ぬんで。はい、死ぬ前になんかやりましょう。では、終わります。